皆さんこんにちは、千葉哲也です。今日は漫画の授業の中でもね、ちょっとレベルが高いかなっていうお話をします。若い学生諸君のみんなには少し難しすぎるかなと思うけど、まあできるだけ優しく分かりやすくお話しするつもりです。普段のね、平和な何気ない生活の中で時々ふっとね、怖い目にあってゾクッとすることがありますね。そこからさらに恐ろしいストーリーが展開するっていうこともあるし、なんだっていう結果になって笑い話で終わったり、ほっと心が和むね、そういうお話にもできます。でも読む人をドキドキさせて怖い思わせることはできるだけうんと怖く演出したいよね。そう、今回はその演出ね、間をうまく使ってという間の授業です。間を上手に使って読者の気持ちを漫画の世界に引きずり込むね。ちょっと難しいけど、ワクワクする面白い漫画を描くための大事なコツの授業です。では始めます。今日は間の授業ですね。1ページで描くとね、このゲームをやってる男の子が真夜中になんか夢中になってゲーム遊んでたら、後ろでなんかひたひた、なんか人の気配がするんで、キクッとして振り向いて、なんだと思ってガラッと戸を開けると、そこには主人公の鉄平くんが苦手な怖いおばあちゃんがそこに立ってましたっていう、まあ日常の一コマですね。それをいろんな、もう少しもうちょっと怖い形で表現できるかな、一つの案ですね。ここでゲームをしてたら、ひたひたひた足音がします。こんな夜中に誰か、なんだろう、気のせいかと言ってまた夢中になってゲームを始めようとしたら、またギシッしとした人の音を気配がします。トラッと音を開けてみると、おお、そこにはというふうに、最初は3段でやってたのが今度4段になってたね。で今度ね、もう一つね、今度 B 案はね、ページをもう一つ増やしてますね。ページを増やしますよ。同じ話ですけどね。はい。ここで大事な俯瞰図も入れましたね。細かく分析しましょうね。はい。ここからね、ピコピコ。ゲームに夢中になってる男の子。夜中です。したしたって足音が背後でしたんで、ピクッとしてゲームをやめて、誰？様子を伺います。しばらく様子を伺います。一コマ増やしました。気のせいか。でまた遊びかけると、ギシッ、なんかやっぱりなんか気配するな、なんだ、ゴキブリかい。そーっと立ち上がって、襖にそーっと手が開けて、そーっと開けてみます。少し開けて覗いてみます。ああ、そこにはというふうに2ページに広げて表現しました。もうそれだけでも十分怖いんだけど、 C 案としてもう一つね、ここまでやれるかっていうことまでやってみますね。これは、それこそ4ページに広げてみました。同じ話ですよ。同じテーマの話なのに、同じエピソードなのに、こんなにコマを使って
といういろんな演出ができるということを実験してみました。ね、これは3ページ、最後に4ページが出てきますけども、だから最初は1ページだったのに、同じちょっとしたエピソードを4ページに、広げてみました。はい、ここから始まって、はい、同じですね。ことこと、あれ、人の後ろで気配がしますね。誰だい？誰？って声かけてみます。これは間ですね、こう。あ、気のせいか。また夢中になって遊び始めると、こそこそっとまた気配がします。え？やっぱりいるのか、誰か。誰かいるのかよ、という頭の中でね。ちょっと不気味になりましたね。ギシって、床のきしむ音がして、え？やっぱり、誰かいる。誰かいるぞ。誰だ？ G かな？ G にしてはでかいかもしれない。そーっと、そーっと近づいて、襖を少しずつ、そーっと、そーっと開けます。そうしたら中からシワだらけの手が、おお、おー、これは、あ、おばあちゃん、怖いおばあちゃんです。鉄平をお仕置きにやってきました。という話です。ねえ、いろいろね、同じ話なのに、いろんな、その、間を使うことによって、めくりを使うことによって、ページを増やすことによって、コマを増やすことによって、さらに怖くすることができます。これはもういろんなね、嬉しいことでも使えるし、悲しいことでも使えるし、感動させることでも使えるし、いろんなそういうことで間を置くことによって、とてもキャラクターの気持ち、それから雰囲気、その場の情景をさらに読者の胸にぐいっと深く感じさせるためのテクニックですね。あくまでも参考にしてください。間の授業は今日はこれでおしまいです。